ルフーズ限定の石鹸。かわいい。Like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a dream, just relax. All your problems will fade if you're ready for.何か、このうちの狭いハワイのお家にさ、どうやって入るとっていうぐらい大量に届いたっていうか、自分が送ったんですけど、でもよかった、無事に着いて。いやでもね、見てよ、もうこれしてなかったらさ、中身飛び出そうやんみたいな、もうアメリカあるあるですよ。よかった、守ってて。このもうさ、全部ビニール袋で覆ってます。4面にビニール袋置いて、下にも入れて、そう。しかもこれさ、マックタオルってあの BTS のボールタオル、マップってちょっとよくわかんないこと、もう全然何がどこかわかりません。はい、というわけでちょっと今週はこれをね、片付けることを目標に頑張ります。Just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me.今日は2022年4月30日、4月最終日です。今夜のね、7時過ぎです。今日はそう、ご覧いただいた通り、ニューヨークから送られてきた自分宛の荷物をずーっと開封していて、で、ようやく夜7時にして家を出ました。もう一歩も外出なかった。なんかさ、今日はちょっとそんな日でございました。で、わ、これいただいたやつだ。 3.49、 そんなに高いんですね。ありがとうございます。すいません。そうなので、ちょっとさ、いつも朝に食べてる野菜とあのオレンジジュースがね、切れてたので、今ね、ホールフーズに買いに来ましたっていう、超なんでもない今日の私のマジでホールフーズ探検 Vlog です。探検でもないけど、ちょっと今日土曜日だからさ、人が多くてあんまり映せないかもなんですけど、ビアル、まずこれ5月目か、傷んでる。いや、こうね、アメリカのスーパーはね、こうパッて手に取ってちゃんとさ、奥まで見ないとさ、普通にさ、腐ってるやつとか置いてあるから、気をつけてください、皆さん。大丈夫。さあ、これは何、日本語にするとルッコラです。私の大好物。それと、そう、オレンジジュースで終わりなんですけど、何か楽しいものあるかな。
なんかあるかな、ハワイっぽいやつ。私がニューヨークでいつも見ているホールフーズとは違うハワイっぽい。お、かわいい、これ何、ジュース入れたらポップキャンディーができるやつだ。お土産にですね、子供のお土産に、かわいい。シャーク、なんかあったかな、ハワイっぽいもの。あ、ここか、このローカルシリーズ。これはアーモンドとかマカダミアナッツ、あとはビール。あ、これ昨日飲んだ。うんうん、美味しかったです。あとはコーヒー、何かあるかな。あ、チョコレートね。このチョコレートは本当、この間あの工場にも行ったんですけど、パッケージが可愛くて喜ばれます。しかも美味しいしね。このリリコイが私はお気に入りです。可愛い、一番好き。バナナ、ココナッツ、何か、 あとはミルクの種類とかは本当に少ないかなって私は思いますね。オートミールの種類が少ないのと、あとヨーグルトも少ないし、ヨーグル 乳製品は本当に高い、ニューヨークに比べて。他は安いです。なぜか乳製品だけめっちゃ高いっていう。なんか変わったものあるかな。これオースティンのポテトチップス、美味しいですよ。コーラ飲みながらめっちゃさ、ジャンキーなもの食べたいっていう時にはホールフーズは本当に困る。なんかうちの近所、そういうこのホールフーズが一番近くて、嬉しいことなんですけど、そういうなんかさ、ジャンキーなコーラとかコカ・コーラとかが売ってないから、これがちょっとめっちゃジャンキーなもの食べたいっていう時にはあーってなります。あるかなと。化粧品とか、ハワイ限定のなんかあったかな。あ、石鹸。あ、ここがハワイコーナーか。そういえばこちらがハワイ、あ、これはちょっと違う、ここからか。ハワイローカルの石鹸たち、歯磨き粉かわいい。お土産にいいですね。パッションフルーツのボディローション、良さそう。あとはハニーガールのフェイススケラムとか、ほんとお土産すごいね。お土産に良いですね。あ、ここはね、前行った石鹸屋さんのオリジナル商品。何これ、コーヒー、お、すごい、ひな祭りの、ひな祭りじゃない、子供の日の、こんなのあるの、めっちゃ日本っぽい、かわいい。グラチュエーション、かわいっぽい。あ、これかわいい、タグアロハ。あ、そっか、エコバッグ、エコバッグのね、エコバッグがありますね。で、これめっちゃかわいいんだけど、
見て、ホールフーズのミニトート。こちらは8ドルです。かわいい。パンケーキミックスとかね、こちらも。バクラノーラ。そっかそっか、あとハニーですね。何回か紹介したことありますね。でももう一回、ワイヤーハニー、マカダミアハニー、ハニースティックって言って温かいコーヒーとかに入れるとここから溶け出す。あれ、そのタイプじゃないかな。違う、どうやらこれは違う。そういうのもあります。これマノアハニーレイしてます。ね、人気ですね。あとはクラフトビールたち、私は大好きなのでいつも買ってしまいます。このハードサルサーとかもね、ローカル。あとこのホールフーズ限定の石鹸、かわいい。